どうも、いこいです。現在、キララちゃんの TikTok が大バズり。再生回数は100万回超え、実写版推しの子だと大きな話題に。そんな今回は、お茶の間米村キララちゃんの伝説的なエピソードについて紹介したいと思います。まずは、歴代最長記録。2015年、アンジュルム新メンバーオーディションに落選し、研修生に加入。2019年からは研修生ユニットのメンバーとして活動を開始します。そして昇格が決まったのは2021年12月。日数は驚異の2159日。現在、歴代最長の記録です。そして昨年、念願のメジャーデビュー。キララちゃんの目には大粒の涙が、決してファンの人の前で泣く姿を見せてこなかった彼女。6年半の思いが詰まった。感動の瞬間でした。続いてバラエティ力。2016年から始まった名古屋定期イベ。キララちゃんはこのイベントの最多出演記録も持っています。なんと研修生ながら25回も出演。ざっくばらんなトークで毎回会場を沸かせてくれました。現在もコンサートの MC や自身の番組で大活躍中。ハロプロ次世代のバラエティ女王としてさらなる飛躍に期待したいです。最後に圧倒的陽キャ感。今年のバースデーイベントでは来場者全員にリアルすぎるお面をプレゼント。意味不明すぎる集合写真が大きな話題になりました。また食べ物を撮る角度が毎回おかしかったり、可愛すぎる顔芸を披露したりと、とにかく明るいキララちゃん。根底にあるのは私はキラキラしなきゃいけないというマインド。常に周りを笑顔にさせる努力と才能の持ち主。追加メンバー加入時には真っ先に敬語を撤廃させたこともありました。今回の踊ってみた動画も彼女のそんな素敵な人柄があってこそ、まさに完璧で究極なアイドル、ハロプロの未来をキラキラと照らします。いかがだったでしょうか？皆さんの好きなキララちゃんのエピソードについてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。